チンタオ東方影とチンタオ東方影とは、大連マンたちグループが、中華人民共和国産当初チンタオ市に設立した映画スタジオ。東のメトロポリス、東のハリウッドとも呼ばれており、世界最大、最新鋭の撮影設備を備えた複合映画施設である。2018年8月から正式オープンする。376万平方メートルの土地に20の、 映画スタジオとアイマックス施設、水温調節機能のある撮影用の大型プール、3000人を収容する、大型映画館、アニメ制作所、テレビ会議、展示センター、自動車の極限省、ショッピングモール、リゾートホテル、ヨットやボートが停泊する港、インターナショナルスクール、屋内テーマパーク、浜海バーガ国際病院、老人形博物館、 ホテル八宗などを備えている。撮影スタジオでは、ヨーロッパの街並みや名、清志時代の撮影セットなどが作られる。また、施設内で制作される作品の中で、適正が認められたものに対しては、チンタオ当局とダイレンマンたちグループから40%の資金が提供される。施設内では、毎年9月に、チンタオ国際映画祭が開催される。 大連ンたちグループの最終的な目標は、チンタオ東方影とを映画業界の最大手にすることである。グループの代表者である王健林は、2018年には北米を抜いて世界の映画興行収入第1位の市場になり、2023年には2倍の興行収入を見込めるようになると語っている。スタジオでは、毎年100本の中国映画、30本の 外国映画を撮影する予定になっている。2012年5月、大連マンタチグループが AMC シアターズを26億ドルで買収した。AMC シアターズを買収したことにより、大連マンタチグループは世界最大規模の映画工業会社となった。買収費用を含め、大連マンタチグループは設備投資のために49億ドルを投じている。2013年9月22日、 シンタを東方影との帰稿式が執り行われ、ダイレンマンたちグループ幹部の他に、レオナルド・ディカプリオ、ニコール・キットマン、クリストフ・バルツ、ケイト・ベッキン・セール、ユアン・マクレガー、ジョン・トラボルタ、キャサリン・ゼタ・ジョーンズ、ハーベイ・ワインスタインなどのハリウッド俳優、チャン・チー、ジェットリー、トニー・レオン、ドニー・イエン、ホアン・シャオミン、ビッキー・チャオなどの国内俳優、ロブ・フリードマン、 シェリル・アイザックスなどの映画業界関係者が出席した。報道によると、ダイレンマンたちグループはディカプリオを招待するために200万ドル支払ったという。また、出席者のバルツは、チンタオ東方カゲトについて、中国版、ハリウッド矛盾して言葉に聞こえるけどね。彼らにチャンスを与えてみようよ、とコメントしている。2016年1月11日。 ダイレンマンたちグループがレジェンダリーピクチャーズを35億ドルで買収した。10月にはパシフィックリム、アップライジング、ゴジラキング・オブ・モンスターズの撮影がチンタオ東方カゲトで行われることが発表された。ありがとうございます。